はい、おはようございます、ラスカルでございます。本日はですね、和歌山の白浜に来ております。今回なぜこちらに訪れたかと言いますと、シーモアというね、かなり大きな、この白浜でも一番人気なんじゃないかっていうぐらい、こう大きなねホテルがあるんですけれども、そこに併設されているラーメン屋さんがリニューアルしたということで、今回ですねお声掛けをいただきまして、いや全然ね案件じゃないんだよ。で、今回ですねいただくラーメンが、メインがこの貝を使った担々麺となりまして、そちら以外にも伊勢海老を使った贅沢なラーメンがあるということで、本日訪れましたのがこちら、抱きしめ鯛さんでございます。こちらの白浜の方ではやっぱりね、美味しい海産物とかもたくさん取れる地域なので、こちらのですね鯛ラーメン楽しんでいこうと思います。そしたら早速中入りましょう。ということで、本日ですね、いただく一杯目のメニューが到着いたしました。こちらがですね、汁あり鯛担麺ということで、辛さがですね、まあ1から3からまで選べるということで、今回はですね、まあ通常であります、一番下のね、1からで選ばせていただきました。めちゃくちゃね、おしゃれなフレンチラーメンというようなね、まあジャンルになりますので、早速ね、こちら、いただきます。これもうね、見るからにクリーミーな、まあ、タイのね、白湯スープですよ。そしたらまずですね、スープからいただきます。うわうまっ、クリーミーそしたら早速ですね、こちら麺いってみましょう。トッピングもこれ和えまして、ちょっとねクリーミーで甘い白湯スープに、ピリッとした唐辛子の辛みとか、ホアジャオのほんのりとしたしびれかな、ここがねいいね。いやこれちょっとペロッといっちゃうな。ただいまですね、もうこんな感じでペロッと一杯目は完食させていただきましたが、こちらのお店にはですね、あえ玉もございますので、追加あえ玉お願いしていきましょう。やっぱりね、タイ系のスープってなかなかね、こう出汁を出すのが難しいんですよ。お魚ってね、結構柔らかい優しい出汁が多いので、でもね、このラーメンはしっかりとタイの香りもあるし、豆乳のようなね、クリーミーさ、それも持ち合わせたスープで、またね、このピリッとした辛みがいいのよ。で、このお店のあるこの白浜っていう地域はね、海水浴とかで有名な場所でして、もう海目の前なんですけど、これからのね、夏には、まあ、海で泳いで汗かいて、あとにこのピリッとした辛い担々麺食べたらもう最高にうまいと思う。ぜひ白浜に遊びに来た方はこちらのねラーメン一回食べてください。だからね、本当にこれからの時期は合うと思います。すいません、ありがとうございます。うわ美味しそう、ありがとうございます。ということでですね、このフレンチあえ玉なるものをいただいたんですけれども、もうフレンチだしパスタよ、もう香りはジェノベーゼのような感じ。これで金額で言ったら350円だからね、だいぶ安いと思うんだけど、これもいただきます。うまそう。よいしょ、ちょっとこれ見てくださいよ、本当に見た目もジェノベーゼパスタみたいな感じなのよ。いっちゃいましょう。うまーん。あ、でも思ってるパスタかと思ったけど、ちょっとねこのラーメンっぽい味がね入ってるかも。パスタに寄りすぎてない感はあるよ。うまっ。せっかくねあえ玉いただいたんで、これだけで、まあ、完食するんじゃなくて、こっちつけちゃおうよ。
うわ、うまただいまですね、こちら1杯目にいただきました汁ありの鯛タンメンですね、完食させていただきました。ごちそうさまでした。続いてはですね、汁なしの鯛タンメンで、こちらはですね一番辛い3辛で注文させていただいておりますので、そちらもですね完成するまでもう少々お待ちたいと思います。ということで本日いただきます2杯目が到着いたしました。2杯目にいただきますのが汁なしの鯛タンメン、辛さが3辛となっております。で今回ですね鯛飯も付けさせていただきました、早速ですねこちら2杯目いただきます。こちらのメニューには温玉ついてるんですけど、まず一発目はね温玉絡ませずに、ちょっとこのまんまいただいてみたいと思います。酸辛ですが見た目はこんな感じでございます。パッと見はねそんな辛そうに見えないんだけど、どうでしょうかね。やっぱり辛い、まあ、正直耐えたけどすすった瞬間むせる手前だったあでも味おいしいわ。辛いんだけどやっぱりこのクリーミーさっていうのかな、そこの部分はねしっかりと残ってますね。ここで鯛飯ですよ。たらこの辺りですね、早速この温玉うわー行かせていただきまして、これでうわーうまそう、麺と絡めていかがでしょうか。これめちゃくちゃうまそう。いやーこれは絶対うまいな。やっぱ温玉合うね、うまっ、うん、うまいな。なんかこういわゆるフレンチイタリアンみたいなおしゃれな洋食の感じもあるんだけど、ラーメン感もちゃんとあるんだよね。今ね2杯目終わったんですけれども、本日この後最後に残っておりますのが一番ヤバそうな伊勢海老ラーメンでございますよ。いや正直伊勢海老のラーメンって食べたことないんでね全然想像つかないんだけれども、この写真で見る限りもめちゃくちゃ豪華そうなので、最後の一杯もね楽しみに待ちたいと思います。ということで本日ですね最後の一杯が到着いたしました。すごいぞこちらがね本日最後の伊勢海老ラーメンでございますね。したら最後もいただきます。これは多分ラーメンなんだろうな、スープしっかりありますね。おーエビー、うん、エビです。このラーメンは贅沢だわ。麺いっちゃおうか。
こちらの麺は台湾麺と別で、あえ玉と一緒、平打ちのちょっと縮れ麺って感じ。贅沢に伊勢海老の身いっちゃっていいですか。このプリプリの身をしっかりとこれねスープに浸して、これでちょっといっちゃいましょうか。あとね、このじゃがいもフリットは全メニューちょうどいいのよ。この揚げ物のさ、ちょっとした油感っていうのかな、そこがこのちょっとパスタっぽい構成の中でもいわゆるジャンク感というのかな、ラーメン感を醸し出してくれてる一つのポイントかもね。ということで本日はですね、こちら抱きしめたいさんで美味しいラーメン3種類ですねいただいてまいりました。結構ねこういう系のラーメンってやっぱりねこのフレンチっぽすぎたりしてラーメン感がね薄い、そんなお店が結構僕の経験上多かったので得意なジャンルではない、正直ね。でもこちらのお店さんのラーメンはしっかりとラーメンで、何よりもそこにフレンチのねいい要素を組み込んでる、そんな感じの一杯でございました。ぜひですね、皆様も白浜の方に遊びに来た際にはお昼ご飯にねこちらのお店で美味しくて綺麗なねラーメンぜひ食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がとんぱらのチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、こちらはね概要欄の方からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、ごちそうさまでした。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日ですねいただきましたこちら白浜のキーヌードルさん、もともとですね大阪の方に抱きしめたいという本当に行列ができるような人気なフレンチイタリアン系のようなラーメンをね提供しているお店さんがございまして、そちらのお店のプロデュース店ということで、まあもうねもうもともとその本店の方はかなり人気なので、味、品質ともに間違いない一杯でございます。このあたりですとね、やっぱり和歌山ラーメンとかが中心になりますので、こういったこう、おしゃれ系なラーメンっていうのかな、なかなかね、食べれる場所がないんですけれども、白浜の海になりますと、若い方とかもね、結構行くかなと思いますので、そういったね、カップルの方とか、もちろんホテルに泊まりに来たご夫婦とか、もうみんなにね、おすすめできるようなラーメンでございますので、ぜひですね、こちら白浜に遊びに来た際には、この抱きしめたいさんで美味しいラーメン食べてみてください。ということで、本日のですね、米編コーナーということで、ちょっと直近でですね、うわ、これタイムリーだなという、コメントをね、いただきましたので、本日はそちらをご紹介させていただきます。ちょっと前に公開させていただきましたキッチンバスストップさんのコメントにてですね、おすすめの唐揚げありますということで、僕もねずっと気になったんですよ。このテリー伊藤さんがやられている唐揚げ屋さん、動画でもね言ってるんだけれども、最近はねちょっとなかなか、バタバタとしていけてないんですけど、末広屋さん、まあ家系ラーメン屋さんですね、そこに向かう道中にですね、あそこは博楽かな、あの辺りにも店舗があったり、この前ねちょっと実家に戻った時に Uber Eats でちょっと家族でね食べるものを頼もうかなと思ったら、その足立区の方にもねあったりと、うわずっと食べたいなと思ってまして、そんなさなかこんなコメントをいただきました。もともとですねあのテリーさんといえばこの卵焼きが、実家でねやってで作って販売しててね、まあ、有名ということで、そこからまあご自身でも派生されてこの唐揚げをやってると、まあ本当にね唐揚げってさ
こうお店によってとかもちろんご家庭にもよってなんだけれど もう全然別物の味が出るじゃないですか。僕自身ですね、結構お酒を飲む際に唐揚げをいただくことが多いので、ちょっとね味ガツンと系の唐揚げが好きだったりするんですけども、ぜひですね皆さんこの唐揚げ好きなんだよみたいな、自分がね愛する唐揚げありましたら、ぜひですねコメント欄にいただければと思います。ちなみに最近ですね、自宅で頼むような僕の好きな、ま、好みにハマっているものは唐吉さんでございます。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。